こんにちは、アニマルタイカです。今回はですね、せんくんのケージに水を張りたいと思います。イエイ。ということでですね、今回やっていく作業がですね、こちら、水をね、排水するために作ってあったやつなんですけど、これをつけてせんくんのね、アクリルの、下がアクリルになってたと思うんですけど、そちらに水をね、張っていきたいと思います。ちょっと早速ね、見ていきましょうか。はい、ということでね、こちらが、今せんくんが暮らしているケージになるんですけど、前回ね、このケージが完成しましたっていう動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、こっちのね、下の部分アクリルのところ水張りたいって言ってたんですけど、まだね、水おけしか置いてなくて、その理由がこっちのね、下のところが排水のやつがまだつけてね、工事が終わってないので水張れませんってことだったんですけど、今回はこちらをね、ここにつけて排水できるようにして水をね、張ってみたいと思います。やっとせんくんのケージに僕がね、思ってたことができる今日かわいいでしょ、せんくん。せんくん、かわいいな、ほんとかわいらしい顔、心身だもん。ということで、ちょっとせんくんに見とれてしまいましたけど、早速ね、作業やっていきたいと思います。今回やる作業はこっちね、作ったやつがあるんですけど、これをちょっとね、これちょっと長さがまだ長いので、この辺で切っちゃって、それではめて、いきたいと思います。で、今日は、接着剤等の関係もあるので、多分はめるだけになるんですけど、とりあえずね、作業やっていきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じで、切ってきました。ちょっとね、斜めってしまったんですけど、それはね、天君に免じて少なめに見てください。ということで、今からこっちのね、上に、これをつけていきたいと思うんですけど、使う接着剤はね、こちらこれですね。これを使って、こっち側に塗って、あっち側にも内側に塗って、はめていきたいと思います。感じでね、塗ったので早速もう乾いちゃうのでね、はめていきたいと思います。これをですね、こっち側の、これはね、結構ね、匂いがするんですよね、やっぱり。こういった接着剤はものすごく匂いがするので、しっかりとね、換気をしながらやりましょう。僕も、窓は開けた状態で作業はしています。片手で入れながらって崩すんでね、ちょっと両手使います。はい、こんな感じで、接着終わりました。これが今止まってる状態で、これをね、開けると、水が出るよっていう感じになっております。マシリスク3くんですね。3くんはぼやけてる。よし、3くん、3くんおりますけど、この隣でね、作業してました。これちょっとね、接着剤使ったもんで、大事を見て1日ね、乾かしたいと思います。明日ちょっと、水入れる感じでね、やっていきたいと思います。このね、下一面に水ということで、まだね、ほんとレイアウト前回の動画からも進んでなくてやってないんですけど、どうしようかな。まあね、この UVB ライト、本当にね、このライトから、放射されている UVB 量っていうのは距離でものすごく減ってしまって、今現在浴びれる場所ってこの辺なんですよね。この下ら辺とかになっていくんですけど、ここだともうゼロですよ。ほぼゼロ、3もう合ってないようなもんですね。でもライトの近くだとめちゃくちゃ照射されてるんですよね。こんな感じで出てるんですけど、こう距離を、こう距離をね、こう通っていくと全然なくなっていくよっていう感じで、だいたい僕これ計測して分かったのが、日光、直射日光当たってる時は100ちょいとか、出てて、で曇ってる時でもね、なんだかんだ、100、まあ、下回るくらいで出てるかなって感じなんですよね、自然界の、UVB、まあ、日本で、測っている、UVB 量なんで、東南アジアでね、実際に測ったらどんぐらいかちょっと分かんないんですけど、日本での、まあ、外のね、UVB 量は、だいたい、こんぐらいです。
晴れてる日でこんぐらい、曇っててもまあこんぐらいはあるんで、やっぱりねこの辺が、この辺の距離までスポット、作れるようにはしたいですね、うん、ちょっとレイアウトはねその辺考えながら、いろいろとねやってみようかなと思ってます。とりあえず今日は、乾燥するために待ちたいと思います。また明日撮っていきます。はい、ということでね1日経ったので、早速ね見ていきたいと思います。こんな感じですね。まあ乾いただけなので形としては変わらないんですけど、これねちょっとねミスったのが、ここ下との高さがなくて、ここにバケツを置いて、まあ、水を抜いてっていう感じでやろうと思ってたんですけど、結構ねこれ高さないからバケツを置けねえなと思って、まあなんかそれ用のちっちゃいバケツを買えばいいかなと思うんですけど、早速ね、固まったということで、こちらに水をね引いてみたいと思います。はい、じゃあちょっと水引いていきたいと思います。どんどんねやってみます。とりあえずこれでちょっと漏れるようならまずいからね。あ、ごめん、失礼、漏れなきゃ成功だけど、ちょっとひっくり返そう、ちょっといいか、どうだ、これで漏れちゃったらやばいもんね。あ、大丈夫そう、こんな感じで、あーちょっと見えづらいか、ここ水入ってるんですけど大丈夫そうですね。下には漏れてません。どっからも漏れてないですね。どっからも漏れてないのでこれはいけそうですね。ちょっとじゃあこれもひっくり返したいと思います。 GO。 どうだ、あんまりねこれベッドの上で補強もしてないので、そんなに深く水を張ることはないんですけど、まあ泳げる程度にはね水入れていきたいと思います。ちょっとじゃあどうどうどう、水漏れなさそうですね。大丈夫そう、 OKOK、 おお水漏れないのは OKOK。 こんな感じでちょっと水引いてみたいと思います。水を入れていきます。こんだけ、今回はこんだけ入れちゃいたいと思います。よし、 OKOK、 水漏れなし、いい感じでしょう。こんな感じで、おお、せんくんが泳ぐぞ。これでまあうんちとか、水汚れたらここね抜いて帰るみたいな感じでやっていきたいと思います。いやー、なかなか理想通りになったんじゃないでしょうか。これはこれでねこの中に魚を泳がせたりして、食べさせたりもしたいですね。どうでしょう、水オオトカゲセン君、水場大好きですからね。こんな感じで、まあ今全部下面これ水になっちゃってるんで、陸もね作っていきたいと思います。水引いたらいいね。いやー理想、本当にこれは良かった。アクリルね、これはアクア工業さんに作ってもらいましたけど、本当最高ですね。これをねひねって水を出したので、よいしょ、こんな感じで排水ができるようになってます。いいね、せんくんいいですね、この隙間から。お、かっこいい。はい、センくんね、今ちょうど日が入ってきたんで日光浴されてますけど、ちょっとコオロギを
水の中に入れて食べてもらおうと思います。ほれ。お、いけいけいけ。あ、コオロギが潰しちゃったからもう動かないかもしれない。これこれこれ。あ、ピンセントに反応しちゃった。お、行くか？あれだね、コオロギが死んじゃったかも。はい。お。あ。何それ。せんくん。お、いた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 。いいですね。いい感じ、いい感じ。はい。ムスさん。別角でもちょっとチャレンジしてみましょう。ちょっとじゃあここに落とします。これ、わー、来た来た来た。うおー、意外とね、センくんね、最近分かったんだけど、うちの中で一番食べるの下手くそかもしれないです。捕まえるのが目がなんかあんまり良くないのかなって気がするんですよね最近。もう一匹入れてみます。レッツゴー。恐竜だなこれ、本当に。あ、鼻についてる。恐竜ですよこんなもん、本当に。あれ、センくん捨てちゃった。あ、気づいた。これがね、あんまり本当に上手じゃないんだよね、距離感が。よし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 。今日は3匹。はい。ごちそうさま。これ、餌じゃない。はい。ごちそうさま。はい、ということでね、センくんのケージに水をね、引いてみました。いかがだったでしょうか。僕はね、思い描いた理想としてた、ケージにね、だんだん近づいていってるんじゃないかなっていう感じです。まあまだね、ちょっと陸はできてないんですけど、これからね、レイアウトとかも、やっていけたらなと思いますので、またね、このケージの変化もね、楽しみに待っていただければなと思います。今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画、よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひ。お願いします。こういったケージをね、真似してみたいという方ね、ぜひグッドボタン、コメントとお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。